こんにちは。今回は私がよくサロンワークの時にも作るんですけれども、中がシャカシャカ揺れる夢川のポニーインザドームを作っていきます。まず半球型のシリコンモールドを準備しましょう。ドームの底にノンワイプトップを垂らしたら、縁のところまで伸ばしていきます。一度硬化して二度塗りをしていきましょう。使用しているノンワイプトップのメーカーさんによって硬化した後の硬さが違います。私はプリジェルのメーカーから出ているキャンジェルというノンワイプトップを使っているんですけれども、硬化した後とっても硬いノンワイプトップなので二度塗りで大丈夫なんですけれども、メーカーさんによっては硬化後も柔らかかったりするので、そういう場合は3度塗ったり、間にスカルプ系のジェルを塗ったりして硬さを出してくださいね。ポニーのモールドを準備します。こちらはプリアンファというメーカーから出ている、私中山が監修させていただいているモールドになります。ネットで検索してみると出てきますよ。こちらのこの小さいポニーのモールドの中に白のジェルを入れていきます。アート用の細い筆先にジェルを取ったら、しっかりとギュッギュッギュッとそこになぞっていくように、気泡が入らないようにジェルを入れていきます。ふわっと筆を置いてしまうと、そこに気泡が溜まってしまってモールドから外した時に穴ができてしまうので気をつけましょう。厚く塗ってしまうと生焼けになってしまうので気をつけてくださいね。裏からも確認してモールドに気泡が入っていないかしっかり確かめてから硬化をしていきます。そしたら2度塗り目をしていきましょう。2度塗り目は気泡が入る心配はないので、1度目よりもスッスッと素早く塗ってライトに入れて硬化をしていきます。レジンまたはクリアジェルを用意します。白のカラージェルだと厚塗りができないので、何度も何度も塗って硬化をしていくという作業になってしまうので、ちょっと大変になってしまいます。なので残りの部分はクリアジェルやレジンを入れて一気に固めていっちゃいましょう。ライトに入れて硬化したら未硬化ジェルを拭き取ってモールドから外していきます。ポニーの完成です。このポニーだけを爪に乗せてもとっても可愛いですよ。今回はこのポニーと先ほど作った半球のドームを使ってドームの中にポニーを入れていきましょう。半球のドームもモールドから外していきます。で、この縁の部分ちょっとガサガサっとしているので、ここをファイルで優しく取っていきます。この時力を加えてしまうとドームが歪んでしまったりするので、優しい力でこすっていってくださいね。なのでファイルもエメリーボードやあまり粗さがないものを使うのがおすすめです。縁が綺麗になりましたね。中にダストが溜まってしまった場合はしっかりと拭いておきましょう。ドームはチップのジグに水平になるようにつけておきます。そしたらこのドームの蓋を今度は作っていきます。クリアファイルを小さくカットしたものを用意して、今作ったドームと同じところにクリアファイルを置いたら、スカルプ用やビルダー用のちょっと硬さが出るクリアジェルを使ってドームのこの丸と同じサイズに塗っていきましょう。蓋なので少し小さいととても作業が後ほどやりづらくなってしまうので、ちょうどに塗るのがちょっと難しいなという場合は少し大きめに塗っておきましょう。ライトに入れて硬化をしたらノンワイプトップを表面に塗っていきます。ここにポニーを置いていくんですけれども、ビジュージェルでポニーをつけてもらうのももちろん OK ですよ。ポニーを置いたら一度硬化をしていきます。
そしたらもう一度ノーワイプトップを使ってポニーをコーティングしていきましょう。ポニーと蓋のところの段差にジェルがたまらないように筆圧を少しだけ強めにしてもらって筆の角を使うように作業をしていきます。ライトに入れて硬化をしていったら一度蓋が完成します。そしたらまたこちら半球のドームの方に戻ります。今回はオーロラシャボンというジルコニアを用意しました。メタルプッシャーの裏側ですくうと取りやすいですよ。ドームに入れてもらったらこのドームの縁のところにノンワイプトップをつけていきます。ノンワイプトップはサラサラしているのでこのドームの中に流れていってしまうとジルコニアや中に入れたものが固まってしまうので中に流れないように注意をしてください。だからといってもう少し粘度のある通常のトップジェルを使ってしまうと硬化した後に内側にも未硬化ジェルが溜まってしまうので拭き取れない状態になってしまって中に入れたものが縁のところにくっついてしまうので必ずノンワイプトップを使ってください。一度仮硬化をしたら指で蓋を押さえながら完全硬化をしていきます。完全硬化が終わったらこの端っこのところ少し出ているところをファイルで優しく取っていきましょう。この時にも必ずドームの向きは動かさないようにしてくださいね。蓋のサイズをドームとぴったり合わせたらもう一度ノンワイプトップを使ってしっかりとドームと蓋の境目をコーティングしていきます。この時一緒に裏面もすべて塗ってしまうと透明度が上がりますよ。裏面を硬化したらひっくり返して表面部分もノンワイプトップを塗って硬化したらドームが完成になります。こんな感じで夢川のユニコーン入りドームが完成しました。中がシャカシャカ動くんですけれども中に入れるパーツ入れすぎてしまうと動かなかったりとか少ないとちょっと寂しい感じになってしまうので何度か作ってみて量を調整してみてくださいね。実際に施術した例や販売しているネイルリングのサンプル例です。こんな感じで実際に使っていますよ。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録もしてくださいね。使用した商材は動画の説明欄のところに入れておきますね。また見てね。